はい、自分から白髪染めします。突然なんですかね。そうみたい、うん、お客さんでさ、70話から超えてる人がさ、うん、なったげなんだよと、人生の途中から、はい、うん、私も18の時になったんだから。あ、そうなんだ、うん、その頃まだ花粉症っていう名前がなくてさ、はい、慢性鼻炎って言われたのかな、はいはい、まだ大体そうだよね。そうそうそう、うん、で何年かして花粉症っていう言葉が出て、はい、医者行っても治んないわけだと思って本当にね、成り立てはね、1日1箱ティッシュ使ったよ。そうなんだ、うん、もう鼻水がさ、水道のように出てくる、はいはい、タタタって出てたね。そうそうそう、あれだよ、凍らせないように水飛び飛びく、はいはい、水出してるぐらいボッタッコッタッコッタッコって出てきちゃって、はい、目はかゆくってさ、はい、あと肌もボロボロになるね、炎症起こすからやっぱり。あ、そうですか、うん、あ、ヒリヒリ、ピリ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 するんですよね。あ、なるほどね、うん、全部軽くなりましたよ。取れ、あの、一つも取れないけど、うん、はい、一つ一つがね、全部軽くなった、はい、でもゼロにはならないね、うん、じゃあやっぱり薬飲んで、よくなってきたつくと抑えられてるんじゃないかね。ああ、はい、うん、もう嫌だからさ、鼻がボロボロになるからさ、はいはい、鼻かんで。そうだよね、うん、真っ赤かんなっちゃうな。そうそう、かっこ悪いよな、うん、見た目も悪いからな。ここ何かけてるか、マスク嫌だからさ、うん、